取ってきた熊を庭に移って置いて、こっちでみんな一晩酒飲んであと盛りして、いつ頃までやってはったのかな、そういう熊の盛りっていうのは。さあ、いつ頃までやったか、戦時中はそれ戦、そうやな、戦時中ほいとな、川見とっとな、戦時中ここら今みたいにそう魚をにきやんやろ、戦時中は。おひと晩な、あの月夜の絵番でも何でもとにかく晩になったら川行くね、ぶーっと早起き来たな言うて、こっちは火つけて取っとんやで、それを魚その音聞き持って、いや魚取りしたわ。で、野戦行くとき、東本願に整列して、それから京都駅まで興奮して歩いた。京都駅前の広場まで、昔の駅前、今ちょっと変わってるけど、ずーっと歩いてて、門、東本願に門出て、ちょっと歩いたら親父が待っとんやな。うん、で、しばらくこれでちょっと一緒に俺の横で歩いてたけど、別に何も喋れへんけど、歩いてたけど。それで急に俺の手握ってな、手握って駅前まで手握って、じゃあ何もやんとか手握ってあるんだって。その時これもうこれが最後かわからんと思って、親父は握ってくれたよな。カナンは何もカナンじゃ、この人の兄貴は禁止婚者もらったんで、何もカナンじゃで、カナンっていかなんだ、殺されてないんき。らんまい。こんなバカなんまい。てきゅうや。うん、ご覧のご紹介をお願いします。なー